の高さの話。今そうね、10センチないぐらいかな、ももからヘッドここまでね、はい、でこれをやっぱ低いとここにこう乗っちゃうんだよね、叩いた後に乗っちゃうから、で当たると絶対叩きづらいことね、このスネアに対して叩いた時に自分の足に触れると、まあ先生は結構ストレスがかかります、この足に当たるのは。なので当たる角度、例えばこれが今手前に結構傾いてるんで、当たるのだったらちょっとこう平らに戻してあげて当たらないようにしてあげる。なので基本的に叩いてる時はこうあんま刺さないで、ここのフープに対してそこで止める、こう休めないような高さの方がいいな。膝より低いとさすがに多分ね、かなり低いと思うんで、膝よりちょっと上がってるぐらいで